ラランドニシダの「不器用でイージナイト」始まりました「ラランド西田の不器用でイージュナイト始まりましたラランド西田の不器用でイージナイトこの番組はクズ芸人と小説家という異色の才能を持つ西田がリスナーから送られてくるお便りをお答えしていく番組でございます。リスナーの皆様のお便りが番組を大きく変化させますということで「自分で異色の才能を持つ西田が」なんて言ってしまいましたけれども。 そうなんです、これね、あの、「不器用でという小説を7月24日に発売することになりましてそれにまあ、関するというか番宣というとあれですけどまあ、それの宣伝も兼ねていろんな方に聞いていただきたいなというラジオになってます。これ、しかもなんか作ってくれた方がね23 2歳 ?22? で新入社員で企画書通したんでしょすごいことですマジでもう一生 あいつに、ついていく。<laughs> <laughs> やっぱりその一個でかい軸を見つけたらそこにずっと取り付いていくっていうのも私の生き方ですから本当にありがとうございますちょっと岡崎体育がかかってますけど岡崎体育そっくりの <laughs> そっくりの方があの番組作ってくださってます。ということで私西田はですね大学をえ7年かけて2回退学。 そして彼女がいるのにマッチングアプリ利用そして大のギャンブル好きということでまあいろんなクズエピソードあるんですけれどもリスナーから事前に家族友達恋愛金銭仕事などのジャンルでクズで不器用なエピソードを募集して紹介された中で最不器用エピソードに選ばれた方には小説「不器用で」をサイン入りでプレゼントいたしますメールアドレスは LA.mb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 . です皆さんのメールをお待ちしております。ラジオネーム「めぐりのくず名言ギャンブルで負けた日はしこって1回5万円分の写生かと思えラランドにしたの「不器用でいいじゃないって」。 それではリスナーの不器用エピソードを紹介していきましょうラジオネーム横四方美人京都府の方今年の4月に入学した男子大学生です同じサークルの1回生の女の子のことが気になり祭りに誘おうと思ったのですがいいですね 彼氏がいるかどうかを聞けない不器用な僕は彼女がインスタグラムに上げている90枚近いストーリーの画像を足跡がつかない外部ツールを使って1枚ずつチェックして男の影がないか探っていました男がいるかどうかはちょっとよく分かんなかったですとなるほどねえー、まあこれをなんかこうクズエピソードとして送ってくれてるんだと思うんですけど、えー、僕もやってました今もやってます 例えば、えー、ファンの方から DM が来て「西田さん大好きです」みたいのが来たら、えー、とりあえずその子の、まあ、インスタの投稿全部見ます僕も。で信頼できるか信頼できるかっていうとねなんかあれですけど口が固いか調べますもう今は就活ですら裏アをさ探ってくる時代だから恋愛でこれをやって。 ところで別に誰も怒んないよそういう時代です本当にもう SNS がなんかその実人生を脅かしてくるほどに意味を持つ時代になってるからお前のやってることを俺は悪いとは思わない大丈夫で、えー、男がいるか彼氏がいるかどうかはちょっとよく分かんなかったですということですけれども甘いね俺だったら彼氏がいるかどうか絶対に分かると思うまず これは、まあ、外部ツールで足跡をつけないようにしたっていうのはすごいですよ。これいい発想。俺もそうする。これがまずこの子が、えー、フォローしてる人まあ大体フォローするの友達とかを一回調べましょう。で鍵ついてない人を探しましょう。で俺はだからその周辺人物のインスタも全部チェックします。そこで あ、結構なんかその飲んでるときは男の子とくっつくタイプなんだなとかそういうのを俺は全部見ますこれ外大丈夫引いてない <laughs> 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 ごおい熱が入ってたから全然周り見えてなかったけど引いてない大丈夫 <laughs> いやこれがねや,るやりますよそりゃその友達のインスタも見て、えー、どういう遊び方をしてるかとか結局 そいつのインスタを見たらそいつが見せたいような姿しか見えないわけですよ。それを周辺人物のやつも見ることによってその子の、まあ、自分のインスタでは見せているけれどもそれ以外の角度みたいなのがやっぱ見えてくる。そういう意味で俺はその周辺人物も全員見ます。で、えー、例えば鍵が付いている。 インスタのアカウントでああでもこの子と、まあ、その狙ってること仲良さそうだなっていうアカウント鍵がついてた場合はその子のえプロフィール欄に書いてある趣味の例えば、えー、こういうバンドが好きですって書いてあったらこういうバンド好きな人とつながりたいというアカウントを新しく作りますでフォローしに行きますそれでフォローできたら見ればいいじゃないあれこれ犯罪なのかな大丈夫かな <laughs> じゃないよねそれぐらいでもその人を思ってるってことですよ。でまあ結局本当になんかに就活でも見るようなもんだからお前が見てることは全く間違いじゃないこれがもし現実世界でその子の後を追いかけ出したら問題ですよそれはストーカーだよくない SNS 上に上げている写真を追っかける分にはお前は大丈夫その子のことをもっと追ってください。 周辺アカウントまで見るという知識を与えました検討に祈ってますよこしほおびじんありがとう <laughs> あ大丈夫だよね俺犯罪者じゃないよね <laughs> やるよ俺ファンの人とかやるよ全部見るよ一応えー、続いていきましょうラジオネーム1回休み僕は今大学4年生です 先日就職活動を終えましたおめでとう私の就職活動の軸は年収ですそれを軸に就活をした結果高収入な職を得ることができました人に堂々と言えるような軸ではなかったですがそれを達成しようと頑張ってよかったなと思いましたし内定者もいい人ばかりで嬉しいですですが本当にお,さお金を稼ぐ人は組織になんて属さずに自分で稼ぐ人だと思っています西田はなんで芸人をやろうと思ったの 分散は非常にあると思うけれどそれに気づいたのっていつぐらいああなるほどね就職活動がとりあえず終わって、えー、収入のいい職業に行けたってことですねいいんじゃないの収入でも収入が高いってことはねもうめちゃくちゃ忙しいからね多分ねそれですよね結局ねなんかお金が大事と思ってそのもう自分もねあの大学に7年間いましたから えー、どんどん後輩が俺を追い抜いてってだからその就活をでで見守った経験だけけは死のほどあるわけですよ実地経験がないだけでね <laughs> その実践経験がないけれども周りにはすごいだからそういう意味であのー、とにかく年収がっつって考えてまあ企業に入る人結局お金が大事ではあるんだけどもお金って何かに交換できるものであってそれ自体が価値があるもんではないから。 聞くそのみんな忙しくてその交換する場がないんですよね。でどんどん病んでって俺の人生とかって考え出してみんな辞めてくんですよ。そういう意味でお前は多分「辞めると思うな俺」<laughs>。俺辞めると思うでなんか大体人生って例えば、えー、修学旅行に行った時って寺のありがたさ分かんないじゃないですか。 っていう意味でなんかねこう大学を卒業してから大学での勉強の価値が分かったりとかだいたいたワンテンテポ遅れてて価値が分かってくるんですよそういう意味でお前が大学時代4年間で結局やっぱ収入が大事って思ってると思うけどこれワンテンポ遅れてあ他のものが大事なんだって気づきますだいたいそうみんな収入がねいいとこに行こう なんか親戚に自慢できるような親に自慢できるようなでっかい会社に行こうっつって入ったやつは大体でもまあそれがねほんと普通でだからお前にそのタイミングが来た時に「あなんか俺良くないかも」とか「ずっとこの職場を続けなきゃ収入がいいから」って思わない方がいいなというのだけは伝えたいね。 結局お前に大事なものがわかるのは就職してから1年とか2年とか経ってから大学時代あれが好きだったなとか全然今忙しくてライブ行けてないけど本当はライブ行くの好きだったなとか本読めてないな全然でも本読みたいなとかそのタイミングでお前の人生に必要不可欠なものが分かってくるはずだからお前が辞めたいなと思ったタイミングはえー 抗わずにに正直に受け入れた方が俺いいと思う本当にそういうやつばっかり見てきたで俺は7年間大学にいて全く就活してないからその全員の本音が聞けた立場だったというかその就職活動をしてるやつは就職活動をしてる友達に本音言わないじゃないですか俺だからその全員の本音の就職活動を聞いてきましたアドバイザーになれるぐらい ただ実地経験はないですけどなんで多分お前はあと12年で大事なことに気づくからそのタイミングを逃さないでそのタイミングに正直に生きるべき頑張れ1回休みやめます絶対にやめると思うね頑張ってね頑張ってください本当に続いていきましょうかえラジオネームゆかちゃん さんばんんこばは不器用でで出版おめととううごござざいいまますすありがとうございます私のクズで不器用なエピソードは付き合っている彼氏の浮気が不安で彼氏が仕事の日の朝に片道30分かけて彼氏の家の前に行きちゃんと車がないかかく本当に仕事なのかチェックしていることです今は家の前では住んでいますが以前は彼氏の職場片道1時間まで毎週車があるかチェックしに行ってました そして今私はマッチングアプリを始めて他の人で不安を埋めています <laughs>。ああなるほどね。まあ最初の不安なところまではまあわかるかみんなね一般的かちょっとどが過ぎてる可能性はあるけど最後ね私はマッチングアプリを始めて他の人で不安を埋めています。これをねどうさばくかこれ人が出ます本当に。私はあの ゆかちゃんの生き方、全然肯定できるねあのー、私もまあ彼女いて彼女が、もし浮気してたらもし本当に、ぶちげると思うんですけどこっちが浮気する分にはいいと思ってる、正直これ皆さんね例えばじゃあサッカーやってると思ってくださいよゴール決めたいでしょでも相手のチームに点取られんのやじゃないですか そういうことだよね。人生きるってそういうこと。自分はオッケーだけど、他人がダメなことをどんだけ主張していくかが人生なのよ。それはね。その野球だって。こっちは点取りたいけど、向こうに点取られたくないじゃない。恋愛も同じこと。こっちはいくら遊んでもいいけど、あっちはいかに遊ばせないかが。大事なところなのよ。 本当にそれがねなんかその不倫とかになったらまあそれはなんかこう裁判になったりとかしますよそれはねルールはあるからけれどまあ、根本で言ったらそういうこと自分はオッケーなことをどれだけ主張できるかと相手にされたら嫌なことをどれだけ防げるかが人生だからそういう意味で俺は全然ゆかちゃんの生き方否定はしないねで お前は片道1時間とか30分かけて相手の家に行ってちゃんと仕事をしてるかチェックしてその上でそのマッチングアプリを始めてファンを埋めてるわけでしょだからすごい守備固いチーム <laughs> すごい守備固いし点も取れるっていうその最高のチームよブラジルブラジル。<laughs> <laughs> だからお前の生き方を否定はしないバレないようにねでもねバレないようにするのがやっぱ大事ですお前の生き方俺は応援しますゆかちゃん頑張って続いていきましょう。ラジオネーーム最初はグーテンンモルゲン 自分を偽るかのように着慣れないスーツをまとって面接に行き、つらつらと思ってもいないことを口にする就活生になりたくなさすぎて、大学4年ではあるものの、就活とは距離を置いたかなりギャンブルな進路選択を突き進んでいます。自分なりに頑張ってはいるつもりですが、このまま社会とどんどん切り離されてしまうのではないかと不安いっぱいです。なるほど。まあ、俺はこういうやつの背中を押すの得意ですから。ね。 一番社会と切り離されて生きてきましたからね、私が。電話が繋がってるようです。最初はグーテンモルゲン。はい、こんにちは。お疲れ。最初はグーテンモルゲン。こんにちは。どうよ、気分は。<laughs> ありがとうございます。<laughs> <laughs> <laughs> 就活、今、えー、おいくつ二十二歳。今二十一で、大学四年。<で>はい、大学四年生で。就活はじゃあ、今してない感じ?。そうですね、ちょっと一旦。 やめじゃあど,どうすんの来年ももう1年大学生やるいやそうですねなんか行きたい方向とかあるわけ行きたい方向はあって、うんうん、まあラジオテレビも行きたくて、うん、はい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 で結構まあその 本当にラジオも週60番組とか聞いてたりはは、うん、はいはい、はいまあテレビも本当毎週「ラビット!」を見逃すかさずに見せるぐらい結構オタク気質でかなりその好きな気持ちが強いんではははいはいはい、はい、まあその気持ちで就活を最初の方を結構勢いよく始めて頑張ってたんですけど、うん、なんかやっぱそのファッション系の就活してたらマスコミ系ね。ははい、はい、はいい やっぱエントリーシートは通るんですけど会うと自分面接ちょっと苦手で張しちゃうっていうのもあってはやっぱり面接に行くとあの落とされちゃうみたいなでなるいてねでもそれで横でこうあの集団面接とかでなんかパッチリ決めた真面目そうな中学生,生が本当なのかっていうことをしゃべってそういう人たちが通っていく。 何度も見てきたらもう就活ごとというか就活生ごと嫌いになっちゃってああもう嫌になっちゃったんだ全部就活が <laughs> はいで今もうちょっと休憩中だなのでそうですねもう今は就活じゃないところで、うん、まあ自分のできることというところで就活せずにじゃあどっか行っちゃおうみたいな気持ちもあるんだそうですねな,なん何になりたいの でですね目指してて、うん、でまあ大学お笑いのちょっとつながりだったり、うん、大学はやってんのあと、まあえっと、所属はしてないんですけど、うん、そこの仕掛人さんとちょっとつながりあったりしてね、企画、はいはい、の手伝えだったりだとか、えー、あそうキャスト番組企画して台本を書いてちょっと撮って編集してみたいなことだったり、えー、あじゃあまあそっち側が絶対いいわけだそうですね、そっちに今本腰を入れたい っていうか入れているところです、ね、なるほどねうわーどうしたらいいんだろうな <laughs> 就活就活してちゃんとした企業に所属してそういうことやるのかはいそれともまあ今の状況からこうフリ,ーフリーでやっていくのかどっちかだよなそうです、ね、今の方向だとなやっぱ周りも今どんどん就活やっぱ決まっていくのでうん そういうのを横目に見ながらあんまりそこで腐らなきはでやりたいことを頑張ってって言うん、うん、そうですねき進めればいいかなと思ってるんですけどやっぱり壁は多くてうん、ね、まあ就活ななんか嘘つくゲームらしいよあれ <laughs> そうですよねらしいよほもう、えー、こに外にいる大人が全員うなずいてるわ<当> <laughs> 嘘つくゲームらしいよって言ったら 五人いるけど五人ともなついてる。<laughs> <laughs> そうなんですよね。そう。そこをなんかうまく乗り切る。うん。なんかそれこそええー、まあ今の立場で公正作家になったときに、はい、関われる範囲があるじゃない。 例えば、はいえー、今やってるポッドキャストのラジオだとか、はい、それよりは絶対に大きい企業に属してた方が関われる範囲は広いからうん、えー、自分を殺して何とか来年とか就活してみるってのは一個手だと思うよ俺そうですよね<ー>はいなんかなるほどそれはそれで一個ありだと思う俺はねまあでもでかい企業に所属したら自分の好きな方向にはいけない可能性もあるから そこが難しいとこで。うん、そうですね。うん。友達多いうーん、まあまあ、結構か、なんか偏った趣味の、うん、っていう感じっていうのはありますけど。なんかね。笑い好きだったりは。はいはいはい。うんはい、俺も多分、まあ、俺は大学7年間通って2回退学するからあれだけど、まあ、状況としてはかなり俺に近いというか、<laughs> はい。俺もそうだったのよ。なんか。うん、うん 就活も、まあ、俺一回も就活できるタイミングなかったけど <laughs> あの、卒業が決まってなかったからね、ずっとね <laughs> 卒論も書かずに俺大学7年間やったんだけどなんかいつ俺社会出んだろうなと思ってで就活とかやだなとかあーもうスーツ着たくねえしなとかそう思っててなんかねそうなってくるとやっぱねすげえ薄っぺらい言葉だけど人脈 人脈に救われるしか方法がないんだよマジで、はい、なんかその就活でこんなのに参加したくないなって思ったらもうあとね頼りになるのは人脈うんこれめっちゃ大事はい俺本当に自分の努力ってよりは人の努力にさあのただ乗りしていってるからさ そうなんか人の努力にただ乗りして生きてるっていう、はい、まあその字で言ってしまうとすごく絶望的だけど <laughs> 超楽しいぜ <laughs>、はい、そうだから就活して、まあ、ちゃんとした制作会社だったりとかそういうとこに入るっていうのが一個まあ手であるとしてもう一個は本当にあの人の努力にただ乗りするっていう。 <laughs> これ一個あるよ絶対あるるよ絶対いや極端んですけど本当にそうですよねうんだから今ポッドキャストでラジオやってるとかもあるけどなんか、えー、こいつらは努力してるなでタダ乗りできんじゃないかなっていうところに顔を出すはいなるほどもし来年、えー、例えば大学を一回、まあ、わざと留年して来年就活をするってなった時に はい、えとどっちもできると思うんだよねこの1年間、うん、1> その来年の就活への準備となんかいろんなとこに顔出してそうですねそうああこいつらただ乗りできんじゃないかとか乗 <laughs> りそうマジで俺本当にただ乗りでしか生きてないのよはいその大学7年目の時にたまたま m 1準決勝行けて うん、俺の努力じゃないよ全然相方の努力でいけて <laughs> でなんか相方とマネージャーが頑張ってあの事務所作って、うん、<laughs> マジで乗りしかしないの俺そうですねそう金持ちの親のさ努力に乗りしてまあ子供ってそういうもんだけどねある程度は、うん、そうそう生きてきて だから本当にこれは乗れるかもなっていうそこに顔出してみるはいが一個方法だと思う,うはいありがとうございますそうこれはでもそれはそれで確定的な何かがあるわけじゃないからこうなったら成功とかないからメンタルはだいぶ削られるは削られるんだけどはいでも一個ありだと思うそうですね結構今自分も、うん の就活と一旦自分を切り離したところも覚悟を持っての選択なので、うん、あの結構、人と会ったりっていうのを今大切にしていて、うんうん、業会の人とか、によく会ったり、ごはん行ってもらったりしてるんですけど、うん、やっぱそうなってくると、やっぱりみんなに、皆さんに言われるのは、うん、やっぱり、まあ、作家目の人にしろ、最初は本当に、まあ、バイトしながらとかにはなってくる、うんえー、そういう、ね。まあまあね なんかやっぱそういうなんだろうちょっとお金とか余裕ない時代に三島さんはどうやって自分を保ってたというかそうですね目の前のことに力を注げたのかっていうのを聞きたいです、うん、なんかアドバイスは俺はそれこそまあ相方の努力にただ乗りして生きてきたけれども衣食住に関しては親と彼女にただ乗りして生きてるのよ。<laughs> ま、マジでただ乗りしかしてないから、そこはアドバイスできない俺。<laughs> <laughs> でも俺すごい笑ってるよ人生。うーん。<laughs> <laughs> マジででも、あの、なんかね、助けてくれる人いっぱいいる。マジで助けてくれる人いっぱいいる。はい、それこそ今回小説書いたけど、それもなんか人から声かかって小説書いて好きだなって思った、はい だけで、なんか自分で人生でこれ絶対やりてえなんてこと一つもなかったからうんそれが1個あるだけで相当すげえしでマジでなんかね乗れるる船はいくらででもああんだよマジその人はプライドなんかであえて乗らないけれども <laughs> 周りを目指すとね <laughs>、はい、乗れる船がたくさんあるから乗っちゃおうぜ。<laughs> 彼女に養ってもらってもいいし、うん、親のすねをかじってもいいしその間なんか自分の目標に向かってるっていう自覚があるんだったら大丈夫なんじゃないはいああだから就活してないのも別に悪いことじゃないと思うよ自信をまあ持てましたありがとうございますああとりあえず頑張ってなはいありがとうございますああなんか続報があったりしたらさこのラジオ1か月ぐらいやってるし はい、DM とかでもいいから何か教えてありがとうございますん頑張ってねの強いですはいうんただ乗りして生きていこうぜはいただ乗りしてまーすバイバイありがとうございましたお疲れじゃねーはいということで <laughs> あんまりなんかね口にしたことなかったけどほんとただ乗りして生きてますから俺でそれをもう恥ずかしいと思うタイミングももうね乗り越えてきましたんで <laughs> 本当にありがとうもうすべてに対して感謝でいっぱいです。ということでこのような感じで皆さんの不器用エピソードをお待ちしておりますよ。メールの先は「l a ク m b s 1 1 7 9 l a ク m b s 1 1 7 9 com」com です。皆さんのメールをお待ちしております。ラジオネーム「恵まれた小娘のクズ名言」。 正直大体結果論ラランドにしたの「不器用でいいじゃない」さあエンディングということで今日の再不器用エピソードの方を決めたいと思います決まりましたラジオネーム「よこしほう美人さん」「ネットストーカーはストーカーとは一線を画す」おめでとうございます 本当にに後つけ出したらおしまいだけどもネットストーカーはストーカーではない俺はそう訴えていきたいと思いますということで横四方美人さんにはサイン入りの不器用でをプレゼントします是非あのねあのちょっとこう女の子に執着する人の話も入ってますんで是非読んでみてくださいいやー本当にいいですねなんかこういうのを電波に乗せるタイミングなんてないじゃないですか 俺は人の努力にただ乗りしているんだっていうその <laughs> <laughs> パン切ることもないですからねこういうラジオがこの時代にあって本当に嬉しいなと思っておりますということで、えー、7月24日に発売される私の初めての小説集不器用でも皆さんよろしくお願いいたしますここまではラランドの西田がお送りいたしましたまた来週